はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、やっていきましょうか。バイオハザードエリート2。まず、皆さんにお詫び申し上げなければなりません。ですね、これ実は今もうアイテム見ていただいた時点で、あれ、なんか前回パートと終わり違くないって思うと思うんですけど、あのね、あの録画ができてなかったみたいで、景気よくいきましょう、景気よく。はい、あのね、これ今やってるの実はちょっと間をつなぐ、その G2 倒してから今このパートになってるので、ちょっとあの裏辺をやってます。はい、実は裏辺ここまで進んじゃってるんですよね。そうなの、表辺のね、セーブがね、この裏辺にかぶせちゃったもんだから、どんどんちょっと次進んじゃって、そうやっちまったんですよ。うまくいかなくてですね、やっちまったマジで。ということでね、もうあのちょっと次のねパートにね、あのその前回パートをちょっとつなぎ合わせるために、ちょっといや、あのセーブデータの兼ね合いもあるんで、ちょっと非常に申し訳ないんですが、ちょっとコンパートね、ちょっと全然違う、まあ、あの進むポイントは一緒なんだけど、あのちょっと違うセーブデータを今使わせてもらっているという感じで、はい、あのお許したもれというところになります。すいません、申し訳ないです。ちょっと謝罪終了ということで、ということでね、前回パートからネストにやってきて、今ね景気よく行ってます。だから、あ、そうそう、だからもう一個ね、あの次回パートもちょっとあの連続撮りで撮っちゃってるんですけど、あのいかんせんセーブデータ、そのいろいろね、あの工作して終わっちゃったってなってるところなんで、でどこにいる、いない、いる、そっちから出てる、ドゥー、燃えろ燃えろ。あ、やっぱ兵士は強いな、兵士は強いな。ここで、まあその前、次撮ってるパートにつなぐため の、 あの進め方はしていくんですが、そのだからここで倒してる敵と、あのの本来やってたその進めてるパートとで倒してる敵、倒せてない敵っていうのがあったりするんで、そこのね、ちょっとね、あの整合性が取れない部分は多少出てくる可能性はあるんだけど、深くご了承くださいという感じで進めていきます。はい、いやー、こんな収録ミスが起こるとは思わなかった。まさか撮れてないとはマジで思わなかったからね、もうドッキリだわ、ほんと。自分にドッキリ仕掛けちゃってるわ。やらかしたわー。でね、もうそういう時に限ってさ、もう仕事でもイラ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 することがすごくたまるんよ。なんだろう、人間ってさ、考える足じゃん。そう、だから学習意欲がなくなった人間ってもう本当に終わってるというか、ダメない人間、考えなくなったら死んでるも同然だからね。だからそういうなんかこういろいろとこう学ぶための意欲的意欲があるかどうかで、その、まあ、日々その活力があるかないかとか決まっていくのに、本当になんかもう、あれ、あ、そこそこそこ PP やってなかった、恥ずかしい。なのに、うん、なんか何でもかんでもね、そのブルーホースにギャル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 さんもね、あんまりやるんですよ。で、こっちの仕事ができやしねえっていう感じになっちゃっててさ、最近だから寝る時間もなんか本当に、え、売れっ子の芸能人ですかくらい少ないし、もうおかげさまでなんかストレス発散で、ね、できるはずの筋トレとか全然できてない状態だから、いやー、そういう時期ででもあるのかな、なんかこうね、定期的にというかさ、なんて言ったらいいんだろう、あのルーティンのようにそれができてる環境っていうのはすごいありがたかったんだなっていうのもなんか改めて思ったよね。結局行きましょうって時だからね、なんかここはちょく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 、はい、あと、あ、そうか、ご紹介に、彼をですね、イビーと言います。はい、なぜか人型になっちゃってね、一撃必殺を持ってる。だからこれ多分初めて RE2 をやった人はね、なんつうんだろうな、まさかイビーがこんなに強くなってるとは。だから通常ダメージを与えるキャラじゃないけど、通常ダメージを与えるキャラじゃないから、その防御アイテムさえ持ってれば、あの何らダメージを食らう、あ、しまった、何らダメージを食らうこともないんだけど、でも残念ながらね、薬液を散布します。
ぱり一撃必殺でね、防御アイテムがなかったらお亡くなりになってしまうと。あ、まあでもそっか、クレア編じゃねえ、レオン編見てくださってる方がいらっしゃればね、あのそこをそれは知ってるわってなるか。じゃあ大丈夫か。じゃあ、あっちにドタドタドタ、後ろの方でガサッと落ちてくる。そうでこいつ倒してくる。倒れてる。あ、今落ちてきたらしいね。向かってくる。じゃ向かってきてくれたところをまとめてドゥーン。はい、ただこれさすがに一発じゃ倒れなかった。めっちゃ歩いてくるわ。2発食らわせればさすがに燃え尽きるよな。どう、3発いる。やっぱ9本潰しとかなきゃいけんかった。あちゃ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 。そうで裏辺と表辺とでね、これのね画像が違うから、そうちょっとやっとかないとね。じゃ戻っていって、これはダッシュ。あかん、もうダメだ、頭が回んない。なんだったっけ、これ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 、あれ、ちょっと待って、これ、これ、これ、太い方だったっけ？太くて硬いのがいい。あれ、ちょ、あれ？あれ？ちょっと思い出せない。ごめん。あの、バカ丸出したけど、もう一回行くわ。なんだったっけ？本当にバカ丸出した。すいません。じゃあここで解説しておいて、 OK。 じゃあピーピーピーっていうことで、うん、開いた。じゃあ進んでいきましょう。今入れてもハメハメしても何も出てこないよ。ハメハメして出てくるのあるくらいで、このままちょ待って、ちょあれ、この子出てきたっけ。あ、びっくりした、焦ったわ。今出てくるのかい。あ、出てきたっけ。そもあぶな、何もなかった、もう死んでたところだって。球根がほんとたまたまみたいな。やっぱあの人間でもイビーでも弱点はたまっていうね。あ、ごめん、人間っていうか男か、男の弱点たまっていうね。結局ぶっ放してたら弾残るから大丈夫かな。まあでももうちょっとしたらね、セーブポイントにたどり着くところまで来るんで。とりあえず燃やしとく。まあもうマシンガンいらないから、うん、使っちゃいましょう。奥の彼に答えを。果たして彼は、ちょっと待ってね、あ、無駄にダメージ食らうのも尺だから、クルッといくか。ちょ、下手くそ、あ、超下手くそ、あれ、あ、めっちゃ向かってきたわ、おら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 、あ、止まってくれるんだ、あ、なるほどね、生きてる、あ、一撃なんだ、へぇ、あ、これ知ったらあれだね、ハードコアとかやるときに結構楽になるかもしれない。欲しい。あ、そんなとこダメ。大変がちつける。ちょっと無駄に一発ちょっと。ああ、でも一撃で倒せるんだ。これ楽だね。えがったえがった。よし。じゃあ、残りの段数もあれだけど、とりあえず使っていこうか。ビリガキの使いあらへんでに出てきた時のさ、なんかジミー大西さんとかなんかこんな震え方してるやつだったよね。何の回だったかな、忘れちゃった。燃えるかな、燃えないね、燃えなさげだね。あ、ちょっと燃えてん、めっちゃ燃えてんじゃん、あれ、へい、じゃあドゥン、はい、終わり。
で、続きまして、果実、果実ってなんか響きがエロいよね。はい、じゃあ戻ってこれましたね。いやーごめんなさい。ということで、ここまでのつなぎをちょっとさせてもらってたという感じでございました。ということでね、次回からはちゃんと表編に戻ってプレイをしていきたいと思いますんで、はい、こんな感じで進んでたんだなということで、思っていただけたらというふうに思います。いや本当申し訳なかったですね。ということでね、本日のパートは以上とさせていただきたいと思います。ではまたね、次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ、あっち、あっち。